は加速ん教育方針会議を行います。司会を務めますのは、帝国政治部隊副総長帝国政治総理大臣のつくよみことかです。よろしくお願いします。なんで私が司会なんでしょうか。メリア様に司会をやらせたらこっちが負けるでしょう。甘やかせ党の根源よ。そこに立たせるわけにはいかないわ。私はメルリア様にもう少し慈悲を与えてほしいだけです。殺せるなら何でもいい。メルさんは教育以前の話ですよね。とりあえず甘やかせ党の皆さん的にはどうでしょう。何かことしてくれたじゃないですか。私が司会なら問答無用で私の意見でまとめて終わらせてやろうって思っていたのですがね。あんまりメンヘラ王のメリアを怒らせたら知ったねえぞ。ストラバックに自称一途のヤンデレミールッチがいるんだからなてめえ。最強のメンヘラと最強のヤンデレだぞ。それに加え最強のツンデレと横には最強の母性系と最強のツクス系を相手にしてるの分かってんの。そんな喧嘩腰にならなくても、そんな会議に私を呼ばれてもって感じなんだけど、教育してないですし。どうしましょう。私も帰りたい。仕事が溜まってるのに。とりあえず意見を。いや、まずは私から言ってあげる。私たちからです。メリア様が先に行ったら全部ねじ伏せるでしょう。当たり前でしょう。敵なら容赦しませんよ。とりあえずソルテ様からお願いします。いくらで買われた。面倒くさいです。まずパト様の教育に関してですが、今のペースでは遅すぎます。帝国は確かに政治的にも成り立ち、今は経済成長に入りました。ですが、この帝国のトップであるパト様の学力があの程度ではハリボテの王と呼ばれても言い返せません。リアリー、そんな発言100年後くらいに言いなさい。無理なハイペースは勉強の意味をなさない。じっくり間違いなく教える。これが大事だと帝国全体の教育方針として定めたはずですが。そんなのんきなこと言ってられないでしょう。いつパト様が帝王としての技量を試されるかわからないというのに。そうやって目先にすら起こっていない問題ばかりに目を向けているから勝手に焦っているのでしょう。何と戦っているんですか、ソルテは。問題はいつも唐突です。計画的な問題なんか起きるわけないでしょう。今は起きているの。起きてないわよね。それに起きても問題ないように私が代理でいるんです。ソルテ、私を侮辱するつもり。そんなつもりは。なら今のままの教育方針で進めなさい。それでご主人のモチベーションが下がって精神的トラウマを植え付けられて玉座に座れなくなったらどう責任を取るつもり。はい、いいあり。それを言うならパト様は帝国の王、国民の代表である責任がある。代表なら国民全員を守る、その義務を果たすために早急な英才教育の実施、戦闘訓練による早急な戦力アップが必要となるわ。今みたいにのほほんとしていては帝国が戦争でも始めたら誰もパト様を守れない。何を言っている。守るのがラル、あなたの役割でしょう。抜けたことを言わないことね。それに仮に戦争が始まったとして、帝王、国のトップが前線で戦うと思っているのですか。そもそもあなたも、想定、の話ばかり、根拠の提示をしてくださいよ。もしも、なんて聞いてないんですよこっちは。ならこの教育や戦闘訓練のために役割を使っている神は不要になるじゃない。いざという時に使われないのであれば無知の王で十分、下手に教育させているのは矛盾になるじゃない。効果弱でしか物事考えれないのね。持っていて損はない。慌てる必要はない。だからご主人のペースで無理なく成長したらいい。そもそも帝国の全権利者はご主人。ご主人が求めるならそれは帝国総出でもそれを叶える。やるが言える立場ではないのよ。メリア様、あんまり強い言葉を使わないことね。私があなたに反落を犯さないとでも思っている。その時は上等よ。言っておくけど専属新契約で意識ある状態で死よりもきつい拷問をできる権利が私にあることをお忘れなく。ご主人に対することで反論があるなら専属心であろうが問答無用で拷問だろうが処刑だろうがすることをお忘れなく。どうだ、世界最強のメンヘラはそこらの常識がぶっ飛んでんのよ、ラル様。いいありです。仲間内でそんな横暴が許されていいはず。キスリット、あなたの要望はメルリア姉様への慈悲でしたよね。なら意見する相手を間違えないことね。今は考えていませんか。キスリットの態度の悪さ次第ではメルリア姉様をもっと悲惨にさせる権限も私が持っていることをお忘れなく。逆にご主人がメルリア姉様に万に一つもありませんか。悲惨な目に遭わそうとしていてもそれを止める権限を持っているのは私だけというのもお忘れなく。何でもございません。メルリア様ともども私たちをよろしくお願いいたします。ただ外もどがつくヘタレだからね。そんな私たちですらドン引きするくらいのことができるなら苦労しないわー。
スリット、あの人は本当に優しくしてくれていますよ。かなり大切にしてくれていると私自身実感できます。正直羨ましすぎて立場逆にしたいくらいですよ。みんな反対するから。もう、すいませんネルリア様、出過ぎた真似を。最後は私ね、全く口喧嘩の弱い神ばかり。いくら身がドルエデンと言ってもまともに働かないなら給料あげませんよ。しかも必要ない材料費ばかりかかっていますよね。黙認している期間がたくさんあることをお忘れなく。すいません、今後はできる限り気をつけます。でも、もうネリアは身がドルエデンも繋がっているから下手なことをしたら各責任者から怒られるって理解してるのね。とりあえず以上ですね、ことかちゃん、結論を。仕事で見慣れている光景なのですが、やっぱりこうなっちゃいますよね。ご主人関係で私の方針にケチつけようなんて逆鱗に触れるのと同意です。私だって一生懸命考えてるのに。もう鳩様関係でメリア様に意見するのやめよう。一回殴ったら無限に殴り返してくる。私はメリア様に完全服従します。なのでメルリア様だけは、メルリア様だけは傷口しないでください。本当にあなたの方面から怒られるから。最後に関しては自業自得ね。でもメリアちゃん、ソルテ様もラル様もパトのことを考えて言ってくれてるんだから少しは聞いてあげないと。そうね、私も言い過ぎました。ですが、それくらい私にも覚悟があります。それを覆すほどの覚悟を持ってご主人関係の意見を言ってください。ジェスカちゃんは私に対して喉も得意ちぎるくらいの殺意と覚悟で意見言ってきてくれますので。先ほどから控えしていることかちゃんも国会になると最近私やアリシアですらたまに言いくるめるほどの発言力と発案力を持っています。そこに比べるとあなたたちの考えは甘い。まあでも、世界最強のメンヘラ相手にするんだから差し違えるくらいの覚悟、もしくは喉元か見ちぎって喋らせないくらいの覚悟はないと通じないわよ、本当。私の妹が本当に申し訳ございません。これが最高責任者の貫禄。真似できないわ。というより私必要だった。全部メリアが言いくるめて終わったのだけど。必要だったわよ、メリアちゃんが暴れて大乱闘になった時の抑制要因。そんな役割、変えればよかった。というかジェスカちゃん、さっきからメンヘラって呼ぶのやめてください。一途です。それでは本日は現状維持という結論でよろしいでしょうか。ジェスカちゃん、助けて。メリア様を倒せる技量があるなら。そうですね、なら少々。メリアさん、方針を定めるのは問題ありませんか。そこに一寸の意見も通さないのはいかがなものかと。くだらない意見を弾いたまでです。現に食い下がったのがいい証拠ですよ。でしたら私側からお一つ、パト君の教育による進捗状況と他同時期に教育を開始した従属たちの統計があるのですが、パト君は遅いですね。仕事という仕事をこなしていないのにもかかわらずです。そこは個性、だから厳しくしろという意見にはなりません。では別の観点から見ましょう。パト君の成長が遅れることによる帝国の経済、政治的負担と従属たちによる仕事分配負担についてお話ししましょうか。これはね、一層できないところから。正直、メリアさんならこの観点は理解していると思いますので、この場では省略しますね。他の人が聞いても蚊帳の外になるだけなので。では私から、パト君がこの調子で成長することによるメリアさんに被るデメリットを提示しましょう。パト君の成長が遅れるほど、メリアさんはパトさんと一緒にいられる時間がなくなる、です。それは嫌ですー。まさか、途中からメリアちゃんに意見を言わせないようにして、長い話は全て省略、そして心に余裕を作らない間にメリアちゃん本人にとって一番最悪の結果を叩きつける、恐ろしい。私からは以上です。私は現状に不満はありませんし、結論が出た後の討論なのでお気になさらず。メリアの痛いところを有無も言わさずに、これが専属新序列4への実力なのね。いや、本当すごい、メリアを言い任せるって。最強の時とは比べ物にならないくらいに成長したわね。そうですよ。最初に関係ないと言いながら問題点を出して、即座に反論ができない時代を小出しで出し、その後に無駄な会話を全て省いて、考えがまとまる前に、即座に結論、アリシアがよくやる技じゃないですか。メリアちゃん、私絶対に政治部隊無理だわ。ちょっとやりすぎちゃいましたかね。すごいわ、コトカちゃん。まさかここまで成長してるなんて。コトカちゃんが帝国政治の最高責任者をやるって聞いて最初は不安だったけど、理由がよくわかったわ。ありがとうございます。でも私もまだまだです。従属や外交でも負ける気はしないのですが、今回は勝ちましたけど、メリアさんやアリシア様にはまだ負け越しなので、あのあたりと互角に渡り合えるなら十分よ。さすが4位、伊達じゃない？これは何かあったらコトカちゃんに頼らないとね。何せ帝国総理大臣だし。はい、ほどほどでお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。